ゴルフを始めた方がまずはやってもらいたい練習法っていうのを今日やっていきたいなと思うんですよね。これだけをやっておけばいいんです。ゴルフ始めましたって言って、ここでその基礎練習をずっとやって、ドライバーの練習とかも全くしない、ショット全くしないで、じゃあコース行ってくださいいきなりいいショットです、そう、そんなもんだよ。そういうわけですね、今日も、ゴルフの学びやっていきたいと思うんですけれども、このチャンネルではゴルフの上達のポイントをたくさん配信してますので、ぜひですね他の動画を見ていただければなというふうに思います。じゃあ今日はですね、ローラさん協力いただいて、まだ前回ラウンド116、まあもっと80台を目指してる、ね、このローラさんなんですけれども、まあ、基本今までは要はその練習、自分でもうね、めっちゃ練習するよね。めっちゃ練習してるけど、2年やったけど、ちょっとまだ150いくつ打っちゃう。いい時は100近辺もできるっていうことですね。そう、だから練習をしてても上手くならないっていうことは、大体練習の方が間違ってるっていう。ごめんなさい。努力してる人は垂直と一直線よくやるんですね。大丈夫です。まあ、ということで、これね、めちゃめちゃ大事です。ゴルフを始めた方が、まずはやってもらいたい練習法っていうのを今日やっていきたいなと。いいでしょ、そうそう。で、これだけをやっとけば、なかなかゴルフ始めましたって来て、ここでその基礎練習をずっとやって、ドライバーの練習とかも全くしない。ショット全くしないで、じゃあコース行ってくださいといきなりいいショットです。そう。そんなもんだって。で、結局のところ、そのゴルフって、ボールに対して手で合わせに行く動きを先に覚えちゃうと、ゴルフスイングの本質じゃないんですよね。この基礎練習っていうのをしっかり積んでいくっていうことが大事なんです。今日何の練習をやるかっていうと、インパクト。正しいインパクトを習得するための練習方法、考え方というのをやっていきたいというふうに思います。もうなんでインパクト、いろんなスイングあるじゃないですか。だからそのゴルフって今までね、ゴルフレッスンでこういろいろ25年ぐらいやってるんだけれども、やっぱりね、今までのゴルフスイングのレッスンってポジションの話ばっかり。じゃあここでこうなってる、ここでこうなってる、これ僕やります、やりますけれども、実際のところじゃあ何が一番重要かというと、インパクトで、このインパクトをするためには、じゃあどういうダウンスイング、このダウンスイングをするためにはどういうトップができてないといけないの、こういうトップをするためにはどういうバックスイングができていないといけないのとか、逆算的に考えていった方が上達するのは早いんです、うん、だからプロゴルファー見ても10人取るじゃないですか。だけど共通してるのが、やっぱり効率のインパクトをしてるっていうのがもう絶対的な条件としてみんなできてる。だからまずは正しいインパクトっていうのをできるようにしてるというような流れ、はい、ということでやっていきたいと思います。それではまた始まったよ、練習器具探し。でまずクラブを持ちません。これ角材使います。ゴルフセンターとか、まあこれを用意してください。これゴルフこれから始める方も絶対やってほしい。でまずクラブ持っちゃうと、やっぱりフェースの面を合わせようとかね、そういう風になっちゃうので、まずはこういうもので体の動きを覚えるで、この角材どう使うかっていうことですね。まずグリップをするんだけど、こっちの面に親指を置いて、この角、自分の方に正面、真上に来るようにします。はい、で、これ右手つけましょう。右手。これ、グリップの基本やりましたね。そんな感じです。できるだけここ締めて、ここ締めましょう。で、まずですね、この角材のとんがり部分、ここにまず真上に向けてくださいということですね。基礎練習。振り幅、腰から腰までの振り幅でしかやらない。このバックスイングします。テイクバック、この位置では、まあ、とんがり部分が割と自分の方を向いているようにしてください。で、これテイクバックですね。テイクバック、この状態では手元と自分の体の感覚が変わらないで、この棒の先は手よりも前側にあるようにしてください。これ鏡とかでチェックしてください、はい、今度また正面に行きましょうか。ここから、はい、ダウンスイングでこうインパクトしていきます。インパクトしてくるときっていうのは、さっきとんがりが自分の方を向いてたんだけど、この右側にあったここの左の親指を乗せてる面、これが真正面に来るようにしてます。そう、そこからそういう動き、そうすると確実にこの手元よりも棒の先が右側に行くってことですね。この形、このままフォロー、はい、フォローです。こういう感じですね。こういうふうに動き、どうですか、いつもと違います。違いますね。相当違うでしょ。まあ、アドレスはとんがりが自分の方向いてます。はい、バックスイング、これちょっとねシャットにしすぎ、こういう風にしすぎちゃう、このぐらいでいいです。そう、はい、そう、ポイントはここの必ずこれとんがりの周りね、とんがり意識してますね。はい、とんがりがこういう風にくる、はい、インパクト、そう、もっと面が、そう、フォロー、フォローはこうやって鏡でですね、まあ今皆さんカメラなんか見てもらってるんですけど、
自分の体の陰に手は隠れるけれども棒の先はまだ前にある、この状態でフィニッシュ。ここまでのスイングだいぶ違いますよね。違いますね。でもう一回バックスイングしてバックテイクをかけてインパクト、この形、今左手首がフラットの状態で右手首が背屈って言ってこう言ってる状態でね、これをフラットレフトリストまずは例文する必要ないんだけど左手が小屈、右手が背屈、そこの状態、こうやってやってないといけない。でやっぱりゴルフの始めた時ってフェースが開いちゃってる、クラブヘッド戻そうとしてどうしてもこういうインパクトになりやすい、なりますよね。で特に今は結構体がブンって回ってクラブが後からこうついてくるってこういうスイングになっちゃってるんで、この手の動きができるようにならないとこれやっぱスイングが安定しないんですよ。クラブ持ってみましょう、今のね、この角材を使った練習っていうのを、要はとにかく自宅にいる時にはですね、ずっと練習場にいられないわけで、これを何回も何回もシャドースイングで練習する。とんがりで始まったものが、ちゃんとこの面で入ってくる。2本買います。2本買うの？会社用と、家用で。マジ？じゃあ今度クラブを持った時のポイント。今、手、もう早く打ちたいでしょ。打ちたいの、ね、そう。ねえ、ちょっと構えてもらっていい？はい。でまずね、構えができましたら、チェックポイントね、テイクバックのチェックポイントは、こうやって手があるでしょ、手の下にこうやって1本置くからでも何でもいいから、テイクバックしよう。そう、テイクバックしたときに、この状態のときに、この棒よりも確実にクラブヘッドが前にある状態を、こうクラブ持ったときにキープです。これめちゃめちゃ大事です。この時のフェース面っていうのが、自分の前傾角と揃うようにするっていうのがまず基本です。だからこれが開いちゃってると、スイングは開きやすいスイングになるし、閉じてると閉じやすい。で、ここの、そう、ここの、そう。この向きですね。はい。ですね。はい。皆さん、今のところとても重要です。テイクバックのところ、地面と水平でいいですよ。最初に置いたこのガイドラインよりも、クラブヘッドが前にある状態で、なおかつフェースの向きが自分の前傾角と揃っているような感じ。で、まずテイクバックです。このまま、はい、インパクトです。さっきの、はい、面を正面に出ていきながら、難しいこれ。こう、そう、そうすると届きがしないんですけど、だからダメなんですだからダメなんです。だから115なんですよ。もう110打っちゃうんです。なんで止まらない気がする？なんか力が入る気がしないんですか？そうです、力が入る気がしない。力入るしない、絶対じゃあどうやったら力入る？分かんない。だから115になります。そう、じゃあちょっと説明しようか。飛ばそうと思った時に、アイアンを飛ばそうと思った時にヘッドスピードではありません。当然ヘッドスピードは関係してくるんですけど、このインパクトの時のロフトがしっかり立ってる状態で入ってこないとボールって飛ばないんですよ。例えば開いた状態で速く振ってもスピン量が多くなるだけで逆に飛ばなくなっちゃう。こういうインパクトをしてるともっとヘッド走らせたいわけでしょ。で今の走ってないじゃん。レベレのおじさんみたいになってたからもうそういう世代じゃない。やべですよ。セーフ。うなぎ犬とかね。そうです。要はこうやってインパクトをするからもうボールが前に飛ぶ。そう、早く振ろうとしすぎてみんなこうやってロフトのついた状態で当たっちゃってるんで、みんなアイアンの番手通り飛ばないんです。特に100まだ切ろうとしてたり90を切るぐらいの人っていうのはやっぱりロフトが構えたところよりもこうやってついてしまった、こうやってロフトがついてしまってる状態でインパクトしてる方が非常に多い。これがもう本当に一番最初にやるべき練習なんです。もう一回バックスイングして、はい、テイクバックね、テイクバックとチェックポイントは、そう、もう分かるじゃない。で、クラブヘッドはこの線よりも前、はい、で、その状態でハイインパクト、はい、フラットレフトリスト、そう、こういう状態で当たる。で、フォロー、体回転して、手は前傾筋、手は体の回転に沿ってインに入ってくるけれども、クラブヘッドで、そう。このフォローでのチェックポイントっていうのは、もうちょっとこうね、体を起こさない。前傾キープ。そう。後ろの鏡から見たら、手は自分の体の陰に隠れていくんだけど、このフェースの先っていうのは12時を指すんです。12時。こう。はい、テイクバック。はい、インパクト。うんとフェースね。そう。これができない。ここチェック練習してインパクト難しい。この動きが入らないね、やっぱりね、こういう動き。なんで難しいかっていうと、ここ
ここは人間が絶対的に自分の意識でやらないと絶対的にならない、自然にやってなる部分じゃない。ここのこういう動きっていうのは自分がやらないとならない。だからさっきの棒を使ってしっかりサクサクの面を正面に持ってくれるように手をトレーニングしないとクラブの余計できない。できないですね、うん、脇がずっとしまっ、そうだね、もうクラブはこうやって走らしたくてしょうがないですよ、このくらい走らない方、走らない、走らない、手元の下にこうやって置くじゃない。テイクバックっていうのはここ、この状態っていうのはこの棒よりもやっぱりヘッドが前にある状態です。しっかりと手のこういう動きを入れていきながらこういう風になっちゃう、もっとさっきのそうこういう風に左側の方に左手のこの状態から、この状態からこういう一歩、ね、でフォローはこうで、手が後ろのカメラにすると手が体の回転で隠れていきながらフェースの先が12時ぐらいに向いている。ここのポジション、難しい、難しいんです、難しいけどこれができないと80代で回れません。むずいここで必ず振り幅しっかり切る、そう、そこを、打つときはもう大体でいいんだけど、ここだけは決めてほしい。ここでこれ以上振らない、はい、これね、飛ばそうっていう気持ちがあるとなんかできませんよ。そうそうそう、今手が出てきちゃってるから、もっと手は体の力、体の力っていうか、こうしたら体の回転でこう、あ、はい、今の感じで言うとここからインパクト、うんうん、こういうインパクト、うん、でフォロー、やっぱ最初はこうやって皆さんこうやってフェースが開いちゃうんです。でしっかりさっきの小屈ってフラットレフトリフティスト、このね左手首がフラットになってないといけないよ。これができてくるとこのヘッドの先がもうちょっと上を向いてくるようになるんで、これだとスライスです。だからもうちょっと角材を使って左手首は右両手ですよね、手首の動きをトレーニングしていかないといけない。で普段のねスイング、こういうインパクトになるわけですよね。こういうインパクトになるとロフトが出てしまってボールが飛ばない、体の正面に手がないじゃない、もうこれ全然見た感じ力入んないでしょ。で、やっぱこれがやっぱりこうやってしっかりとハンドファーストの状態、この状態で入ってこないといけないわけです。憧れのね。で、このインパクトから、もうそうだ、うん、行うわけでしょ、うん。こういうことなんですよね。なるほど。うん。むずいでしょ。むずいです。この手首の、この消屈するっていう動きが、やっぱり難しいわけです。なんで大事かっていうと、やっぱり ここっていうのはやっぱりできないんだよね。角材だったらできるじゃん、ね、ここの角を正面に向けておくアップスイング、ハイダウンで、はい、まあ、できるところをこのまま絶対にこうしない。これって自分でやらないといつまでもできない。だからむずい、まずこれができないとこっちもできない、うん、そうそうそう、こういうことなんだけど、クラブヘッド手がこうやって変重心特性って言って、クラブのシャフト、クラブヘッドの重心がずれてるね。これを横に力を加えるとクラブフェースっていうのは基本的に開いてこう開いてこうっていう方向にしか動かない。自分はこっち側に回していかないとこの形っていうのをキープできない。早くロスローするほどこの開こうっていう動きがもっと強くなるから最初できないわけで、ゆっくりやったらできるじゃんね。はい、練習はだから最初飛ばしちゃいけない。ここから、この状態を作ってインパクトで、フォローでしっかりとここの形をしっかり見る。ここがしっかり前にあってヘッドの先が上を向いてるかどうかっていうのをしっかり確認する。クラブ9番アイアンぐらいやっていいと。できてない。そうそうそう、もっともっと。で、そうやってできなくてもいいからそういうふうにこっちの形を揃える。そうするとだんだんこっちができる。見にくいでしょ、うん、そう、まだフェースがしっかり開いてる。お、いいね、良くなってきた、うん、そうそうそう、はい、そういうわけですね。今日は初心者の方100切りが
ができない方がまず最初にやるべき練習法っていうのを今日やっていきました。でやっぱりこの手、ここのさっきの左手首、インパクトが左の手首がフラットになっているっていうのがもう大前提条件。さっきのスイングで言うとこういう状態になってるわけ、なってますね、でしょ。こうなってると飛ばないし、コースに行った時にちょっとライが悪くなっただけで当たんなくなっちゃう。やっぱしっかりこれを左の手首をフラットにして使えるように練習をしていかなきゃいけないんだけど、これはやっぱり自分が頑張ってやらないと、10年やってても20年やっててもこれは意識しない限り絶対に切る動きじゃない。こういうね、角材を使ってトレーニングする、クラブにすると余計フェースが開きやすくて難しくなるわけだから、そこも踏まえた上で練習状態練習する。だからフルショットの練習をね、ほぼしなくていいと思う。失敗すると思うけど。コースだけでいいぐらいです。100切るまでは、本当にこの基礎練習だけやれば、絶対にこれだけのこの練習だけで100切れます。もう断言します。今までの下ろし方と違かった。違和感しかないですけど、でも角材は分かりやすかった。4つの面で考えたらね、うん、グリップって丸いからね、分かりにくいんですよ。だってね、面で捉えてあげるとやりやすいと思います。分かりやすかった。ぜひですね。ここ次のレッスンまでこれを、ね、一生懸命やっていただければというふうに思います。全体で、ぜひ、ご覧の皆さんもですね、こうやっていただければと思います。勉強になってるとか、よかったらですね、グッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。